ひとまずは巻いたみてえだが。ああ。でも。おや、そこにいるのは。わしゃただの釣り人じゃよ。さてさて、お前さん方だいぶ困っておるようじゃが、道にでも迷ったのかぬ。そうせくものではないぞ。どうじゃ、ここは一つ老いぼれの釣りに付き合わんか。せくなせくな、ここはどーんと腰を据えて気を落ち着けてみ。めんなさい。じゃが、焦ってはお前さん方の剣も鈍るのではないか。剣のことは知らんがな、売るもんは剣も竿も変わらんじゃろう。ほれほれ、修行とでも思ってな。ねえ、心配はいらんよ。こんな偏僻な場所に来るのはわしとお前さん方ぐらいのもんじゃ。焦って下手に動けば見つかっちまうぞ。ほれほれ、竿ならここにある。ものは試しじゃ、やってみ。しかし、わしが釣りの極意を見せてやろうかの。なに、簡単じゃ。魚のいるところに針を投げるだけよ。こうしての。見たか、この通りじゃ。わー、おい、なりゃ。ちっちっちっち、陸にあげちまえば一緒よ。俺あげるぞ。後で拾いに行くぞい。さあ次じゃ。わしにかかればこんなもんよ。しかしじゃの娘っ子、お前さんはあんまり楽しめなかったかの。え、竿も剣先もちーっとブレとる。誰じゃが狙った場所から外れるぞい。剣も竿も振るもんに変わらんじゃろ。娘っ子、お前さんいい筋をしておる。釣りも多分剣術の方もな。お前さん何か悩んどるか。どこからか逃げ出したことか、残してきたもののことか。え？ちっちっちっち、剣と竿に迷いが出とるぞ。見込みがあるのにもったいないの。ところで話が変わるが、お前さん方さっき星の島を目指しておると言っておったの。わしゃゆえやってこの空域を出たい。星の島へ向かうついでにちょいと乗せていってはもらえんか。見返りは、そうじゃな、その娘っ子に釣りを教えてやるというのはどうだ。娘っ子、お前さん筋がいい。わしの見立てではまだまだ伸びる。伸びしろは使わにゃもったいないぞ。久々に育てたいやつに出ようたわい。このシュリンプルアーをくれてやる。これで投げ釣りを練習せい。しかし、このわしヨダルラーハの弟子になったとあれば羨む者が少しはいると思うぞ。さて、お前さん方の気空艇に案内してもらおうかの。もう帝国兵もおらんじゃろ。おいおい、バカだ。ちっ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 ち、
どこぞの通りすがりの水鏡な達人が畳んでいったのやもしれんの。